播磨地域で活躍する伝統工芸作家の作品を集めた特別展が姫路市内で開かれています。播磨地域では古くから木を用いた優れた工芸品が世に送り出されてきました。その歴史に裏付けられた現代作家の魅力ある作品を紹介しようと、姫路市書写の里美術工芸館では特別展播磨に息づく匠の技が開かれています。会場には姫路市など播磨地域を拠点として活躍する作家たちが制作した木と漆がテーマの作品合わせて40点を展示。どの作品も伝統的な技術に現代的な感覚を取り入れたものばかりで、匠の技が光っています。写真などではわからない現物と向き合った時のきらめきの角度の違いですとか、木目の美しさなどを感じていただきたいと思います。この特別展は来月5日まで開かれています。